皆様こんにちは、しゅんです。ポケモンアルセウス楽しんでますか？このゲーム発売された直後から神ゲーハマると大絶賛だったわけですが、これらの噂は本当だったのでしょうか？それとも任天堂が仕組んだ悪質なステルスマーケティングだったのでしょうか？真実を突き止めるため、僕もこのゲームプレイしてみました。がっつりプレイしてみました。そしてある一つの結論にたどり着きました。それはポケモンレジェンズアルセウスがポケモン史上最高傑作であるという結論です。なぜ僕がそう思ったのか、こちらの3つの点に分けて説明していきたいと思いますので、よければ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ゲームの物語は主人公が過去の世界にタイムスリップするところから始まります。この世界の住人はポケモンという存在をまだ理解しておらず、恐れるべき対象だと認識しています。これは明らかに現代を舞台としている今までのゲームとは違うアプローチでポケモンという存在を表現していることがわかりますよね。そこでこのタイムスリップという設定が生きるわけです。本ゲームの中のポケモンへの認識と我々プレイヤーのポケモンに対する認識、その認識の乖離を主人公が代弁する形になっているわけなんですよ。おそらく主人公も我々プレイヤーと同じ、人間とポケモンは友達という世界から来ていると思うんです。 T シャツに書かれたゴージャスボールがポケモントレーナーの存在を示唆しているところから、そういう認識で間違いないでしょう。その時代の人間がそのまま主人公を務めるという設定もおそらく検討されたと思うのですが、結果最高の選択をしたと言っていいでしょう。このゲームの世界観の特筆すべき点は今までのポケモンとは違う大人な世界だということです。とても厳しくてリアリティがある世界なんです。ゲームを開始して10分、働かざる者を食うべからず、主人公の失敗の責任を博士に取らせるなど、今までのポケモンでは考えられないセリフが四方八方に飛び交うわけです。のたれ死になんて物騒な言葉、ポケモン史上初めて発せられたのではないかと思います。さらにフィールドワークに出かけると、自分の手持ちポケモンだけでなく主人公自身にも物理的な被害が出る可能性があるんです。トレーナーへダイレクトアタックが公式で実現しているわけなんですよ。こんな厳しい世界だからこそ、主人公の年齢がおそらく過去最高齢であろう15歳なのも納得がいきますね。20代にしても良かったんじゃないかと個人的には思います。この今までのポケモンとは違う刺激的な大人の世界がこのゲームの最大の魅力だと僕は主張します。この魅力的な世界にはもちろん魅力的な住人で溢れています。ストーリーに関わってくるメインキャストだけでなく、 NPC 一人一人に名前がついているのもこのゲームの素晴らしい点ですね。我々が住むリアルの世界で名前のない人ってほぼ存在しないじゃないですか。細かい指摘かもしれませんが、 NPC 一人一人に名前がついていることが世界観のリアリティに貢献しているのではないかと思うんです。名前のついた個人から依頼を受けこなし、感謝されると本当に人間と交流してる気分を味わえるじゃないですか。この辺の人間味から来る面白さは個人的に龍が如くシリーズを彷彿とさせますね。
僕はやったことないのでわからないのですが、ゼノブレイドのような王道 RPG の面白さがあるんじゃないかと、そういう指摘もありました。このゲームの序盤のストーリーをさらっとおさらいすると、タイムスリップした主人公がそのポケモン捕獲の腕を買われ、銀河団という組織に雇われるというものなんです。もう文化的教養が豊富な皆様ならお分かりいただけてると思うのですが、これって今猛威を振るっているナロー系、異世界系にとても構図が似ているんです。過敏なナローアレルギーの人は最初ちょっと突き放されてしまう可能性があると思いますが、実はこのゲーム、ナロー特有のご都合主義がほぼないんですよ。主人公が最初に拠点となる寿村に来た時、芋持ち屋のおっさんから格好のせいで差別を受けて本気で困ってる描写があったり、他の人にはない天才的な捕獲能力の持ち主なのに、組織では最下層のゼロ星隊員からスタートであったり、主人公だからといって特別扱いされることはないんです。あくまでこの世界の住人として、組織の一員として、ミッションや人助けの結果、周りの信頼を獲得していくわけですね。序盤は差別的だった芋持ち屋のおっさんの信用を得て認められた時は、思わず目頭が熱くなってしまいましたね。ストーリーそのものは正直言って特筆すべきものではないですね。主人公が人助けを通じて他のキャラクターの精神的成長につなげていくという比較的王道な展開です。派手ではないですが、つまらなくはないといったところでしょうか。強いて文句をつけるところがあるとすれば、ストーリーとストーリーの間にかなり長い移動が入るので、お話の点と点がつながりにくいといった感じでしょうか。ゼルダのブレスオブザワイルドでも同様の問題が挙げられますよね。こういうゲームのストーリー進行は独特のテンポがありますので、それに慣れるまでは戸惑う人もいるかもしれませんね。今作のグラフィックは単純に過去最高水準だと思います。背景は言わずもがな、澄み切った自然の空気がテレビ越しにも伝わってくるリアルな表現ですよね。このどこまでも広がる大自然を自由なカメラアングルで見渡せるのがまた素晴らしい点ですね。僕は個人的に空を見上げるのが好きです。壁掛けの中の世界のような薄い雲がゆっくり流れているのを見ると、なんだか癒されますよね。ポケモンやキャラクターのモデルには光と影がくっきりと分かれるスタイルを採用しています。僕はこの独特なスタイル結構好きなんですけど、ちょっと光の反射が強すぎてプラスチック感を感じてしまう時があるんですよね。自然とうまく溶け込めるようにこのスタイルを採用したと思うんですが、たまーに裏目に出てる時もあるかなーと思いました。でもまあ、ここは概ね気にならなかったです。主人公の表情が今までのシリーズの中で一番変化するところも、このゲームの良いところですよね。今までのポケモンの主人公って表情がほぼ変化しなかったじゃないですか。あれは主人公が物語のキャラクターというよりは、我々プレイヤーの分身としての役割が強かったからだと思うんです。今作の主人公はプレイヤーとは独立して独自の感情を持っていることがわかりますよね。僕はこっちの方が好きです。物語が画面の中で完結しているからこそ、主人公に過剰な忖度をしなくていいですからね。
それにしても今作のキャラクターの表情めちゃくちゃ凝ってますよね。ポケモンがボールに収まるか出るかで主人公の表情が変わるのって知ってましたか？ここまで表情が動くと逆に賛否両論ありそうですよね。プレイヤーの感情が入る余地がないと感じる人もいるかもしれません。僕は先ほども言いましたけど表情が動くのものすごく好きですけどね。だってみんなものすごく可愛いじゃないですか。他にもポケモンの進化とか演出が凝ってて良かったですね。ポケモンが進化するって最近だともう定着してしまって義務化してきたじゃないですか。僕はこのスタイリッシュな演出でポケモンの進化を再び楽しみに感じるようになりました。たかが演出一つに騙される僕が幼稚なのかもしれませんが、ポケモンの進化のワクワクを思い出させてやろうという制作側の強い思いをこの演出から感じ取りました。さて、このゲームのグラフィック面は先ほど過去最高峰だと僕は言いましたが、完璧ではないということはお伝えしなければなりません。レビュー動画なのでね。例えばここ背景の読み込みが怪ししの移動速度についていけてないことがわかりますよね。 3D ゲームゆえある程度まではこういうのは仕方ないと十分承知なのですが、やはり気になる人は気になると思うので、こういうのはできればなくした方がいいですよね。あとキャラクターたちの動きなのですが、シュッと動いてピタッと止まる妙にキレがいい時があるんですよね。バトルの時は緊張感が伝わってきていいと思うんですが、それ以外の時はちょっと違和感を感じる時がありましたよね。こんなにシャープに動く必要ある？とそう思ってしまいました。最後にこのゲームのグラフィック面で一番特筆すべきところをお伝えします。それは女主人公のパジャマ姿がものすごくエッチなことです。このゲームを買うかどうか迷っている人はこの光景を頭に焼き付けてから判断してみてください。このゲームはミッション制で進行していきます。ストーリーを進めるためのメインミッションと村の住人から依頼されるサブミッションがあり、クリアしていく順番はプレイヤー次第です。ミッション達成の合間に他のことをしても全然 OK です。未開拓の新王地方を探索するもよし、野生のポケモンを捕獲するもよし、クラフトのための材料を集めるもよし、稼いだお金でおしゃれに興じるもよし、本当にこのゲームできることがたくさんあるんです。繰り返しにはなりますが、この辺の自由度の高さから来る面白さというのは龍が如くシリーズやゼルダのブレスオブザワイルドと類似したものを感じますね。ですが従来のポケモンの面白さを求めると少し違うものが返ってくるような気がするんです。いわゆるポケモンを期待してこのゲームを買うとプレイヤーの需要を満たせない可能性があるということは指摘しなければいけませんね。今作のバトルはかなり簡略化されてます。それは演出、システムともにそうです。例えば演出面、今までのゲームだとポケモンがレベルアップするとファンファーレが鳴ってこれだけ数値が上がったよって教えてくれる演出があったじゃないですか。今作だと控えめな SE とともにさらっと教えてくれる感じです。フィールドから戦闘がシームレスで行われるのでテンポを重視しての
演出かったでしょうね。バトルそのものもかなり大味になっています。ポケモンが高い威力の技を早めに覚え、戦闘がサクサク進むように工夫されています。強いレベルの相手も倒しやすい反面、自分が雑魚的にやられる可能性も高いです。そもそもこのゲーム、バトルは完全に任意です。ポケモンの入ったモンスターボールを相手に投げつけないと、絶対に野生のポケモンとのバトルは発生しないんです。極端な話、全くバトルせずにこのゲームクリアできると思います。このバトルシステムの簡略化は決して悪いことではないと僕は主張します。今作はバトルをないがしろにしているのではなく、他の要素により重点を置いていると僕は感じました。ポケモンの捕獲であったり、ミッションの達成であったり、そういった要素の方がこのゲームではバトルよりも重要視されているため、簡略化に至ったのではないかと考えます。今作の一つの難点として、操作難易度が挙げられます。我々のように文化的教養が豊富、もといゲーム経験が豊富ならば、最初少し戸惑う程度の操作難易度だと思うんですが、 3D アクションに慣れていない人からすれば、だいぶ操作が難しい部類に入るのではないでしょうか。操作が難しいと、それだけで特定のゲームを敬遠してしまう人もいます。現に僕も格闘ゲームに興味がありながらも、なかなか手を出せていないのは、難解な操作が頭をよぎるからなんですよね。ポケモンという幅広い層に向けた題材でありながらも、操作難易度を上げたというのは、それだけで相当なリスクがあったと思うんです。ですが、広い 3D エリアの探索、野生のポケモンとの捕獲をかけた駆け引きなど、このゲームの醍醐味を味わえるのはこの操作方法があってこそだと思うんです。面白いゲームを作るためにリスクを取った制作陣は大いに称賛すべきだと僕は思います。最後に、このゲームが他のポケモンのゲームと決定的に違う点についてお話ししたいと思います。今までのポケモンのゲームでは、主人公が博士からポケモンをもらい、ジムや四天王に挑む冒険という構成でした。つまり、すでにポケモンという存在が定着している世界で、主人公より上の立場の人間からポケモンとは何かというのを学ぶための冒険だったわけですね。しかし今作は、世界自体がポケモンという存在を理解していません。このゲームの正体は、フィールドワークやミッションを通じてポケモンとは何かをこの世界に教えてあげるゲームなんです。ポケモンを教えるとなると、ポケモンと共に育った大人である我々以上の適任者はいませんよね。だからこのゲームは大人のためのポケモンなんです。この今までにないプレイヤーとゲームの構図があるからこそ、リアルで対象年齢高めの世界観が実現できたのではないかと思うんです。だから僕はこのゲームを大人なポケモンではなく、大人のためのポケモンと形容したわけですね。僕のこのゲームのレビューは以上です。散々指摘した通り、このゲーム改善点ゼロの完璧なゲームというわけではないです。むしろそんなゲーム、この世に存在しないと思います。ですが、本動画を通じて分かってもらえたでしょうか。設定、グラフィック、演出、システム、哲学、全てにおいて今までのポケモンのゲームの中で今作が抜きん出ていることが。だから僕がこの結論にたどり着いたのも、
至極当然なのかもしれませんね。ポケモンレジェンズアルセウスはポケモン史上最高傑作である。と、ご視聴ありがとうございました。